ユメタウンゴーツは島根県ゴーツ市にある泉が運営する総合スーパー。ここでは前身となるショッピングタウングリーンモールについても述べる。1981年10月に開業。建物は3階だけで、1階には食品コーナーや食品、飲食関係テナント、2階には衣料品コーナーやファッション、生活用品関係のテナント、3階には 様々な業種の数点のテナントが主に入居していた。商品供給などの面では、関西に本拠地を置く総合スーパーの泉屋との提携を行っており、泉屋の親会社である阪急百貨店のギフト商品の取り扱いも行っていた。しかし、証券人口の減少などで経営が悪化し続け2015年9月期の売上は約35億円とピーク時から半減し、 運営会社の共同組合グリーンモール及び関連会社の財務状況が悪化。そのため2016年9月に大津市に本社を置く建設、不動産会社の今井産業と広島県に本社を置く大手総合スーパーの泉が経営権を取得することとなった。組合は官民ファンドの地域経済活性化支援機構らの支援を受けながら、 経営権の移転に合わせて株式会社ゴーツ、グリーンモールに改組し、泉に対し施設の賃貸を行う組織となり、2017年1月3日に、グリーンモールとしての営業を終了した。今井産業と共に経営を引き継いだ泉は、2017年5月2日に、夢タウンゴーツとして再開業。30店舗のうち、16店舗が継続出店、14店舗が新規出店である。 オープン当初のもので、ここでは一部を掲載。その他のテナントに関しては、ショッピングタウングリーンモールに関するカテゴリー、ありがとうございます。